テラー・ウラム型構造の基本形、各融合燃料の圧縮と加熱に、原爆の放射エネルギーを用いるテラー・ウラム型は、多段階式メガトン級熱核兵器に使われる構造であり、より一般的には水爆の構造のことを表す。この名称は1951年に構造を考案した二人、ハンガリー生まれの物理学者、エドワード・テラーと、ポーランド生まれの数学者、 スタニスワフ・ウラムから付けられた。このアイデアは、核融合燃料のそばに、起爆剤として原子爆弾を置くことで考え出され、核分裂反応を用いて、核融合燃料を圧縮、加熱する方法として知られている。ここで述べる内容は、異なった情報源からの追加情報と差分により推定されたものである。本理論に基づく最初の核実験は、 1952年にアメリカ合衆国により IB 作戦として実施された。本理論はソビエト連邦ではサハロフの第三のアイデアとして知られている。また同様の兵器はイギリス中華人民共和国及びフランスでも開発されている。この中でも一番強力な熱核爆弾はソビエトが行った。 核出力50メガトンの核実験で使われたチャーリーボンバである。実際の核分裂及び核融合兵器に関する詳細な情報はいくつかのレベルに分けられており、実質的には先進国のすべてにおいて機密扱いとなっている。例えばアメリカが主衆国では政府にも兵器関連企業にも属していない人物によって生み出された情報であっても、 機密情報に区分されている。これは生まれながらの機密情報であるという法律上の原理に基づいている。この生まれながらの機密情報に対する法的な規制は民間が行う予測に対しては滅多に適用されてこなかった。この点に関しアメリカ合衆国エネルギー省は公式の政策としてこの種の情報が漏えいしたことそれ事態に言及しないこととしている。 というのも、その種の言及を行えば、情報が正しいということを案に認めた格好になるためである。一般の報道機関からの兵器関連情報を、米国政府が事前に検閲しようと試みてきた数少ないケースが、これまでにもあった。しかし、大した成果は得られていない。公式発表において、大量のぼかされた情報が公表されており、また、 非公式にもより一層大量のぼかされた情報が核爆弾の開発者からも提供されている。しかし、一般に流布している核兵器に関する大抵の説明は、憶測、基地の情報に基づくリバースエンジニアリング、または類似の物理学領域との比較といったものに相当程度一挙している。こういった過程を経て得られている核爆弾についての多くの秘密情報は、 公式の秘密情報についての公表された内容、関連する物理学とは一般論として矛盾せず、またその情報相互の範囲内でも矛盾はないと考えられてはいる。ただし今でも未解決の要素がいくつか存在している。テラー・ウラム型に関するコーチの知識についての現状は、 そのほとんどが以下の不思に概要が記載されるわずか数例の特定の実例に合わせてまとめてこられたものに過ぎない。テラーウラム型の基本原理は、熱核兵器内の異なった部分が、各段階の爆発で生じたエネルギーを、次の段階の起爆に利用する多段階として連鎖反応させられるという考えに基づいている。最小限の構成では、 各分裂爆弾で構成されたトリガーとしてのプライマリーと各融合燃料で構成されたセカンダリーの部分から構成される。段階式である理由によりセカンダリーと同じ構成をターシャリーとしてさらに各融合燃料を追加することも可能である。プライマリーからのエネルギー放射によりセカンダリーが圧縮され爆縮論理により各融合燃料が加熱されて反応が始まる。 テラー・ウラム型構成の一冷核有効燃料は放射性物質の容器に入っており、これはプライマリーで生じたエネルギーを一時的に閉じ込める役割を果たす。容器の外側は爆弾自体の容器であり、これはすべての熱核爆弾に共通の構造で一般に公開されるのはこの外観だけである。異なった熱核爆弾の外観を捉えた膨大な写真は、 機密解除されている。プライマリーは一般的な爆縮型原子爆弾であると考えられているが、核分裂反応の強化用に少量の核融合燃料も添加されている場合がある。核分裂反応で核融合燃料が加熱、圧縮されると大量の中性子を放射する。一般的には核融合爆弾を作る能力があるほどの技術者であれば、 核分裂反応を強化することも自在である。プライマリーが起爆されると、プルトニウム239、またはウラン235の核が、爆縮レンズ形状に配置された、高性能爆薬により、球形に圧縮され、連鎖反応を起こして、核分裂エネルギーを発生させる。セカンダリーは、通常、核融合燃料と、その他の材料との円筒形、積層構造になっている。 円筒の一番外側は、プッシャータンパーという部分で、ウラン238や鉛でできており、各融合燃料の圧縮を助ける働きをする。各融合燃料部分は、通常水素カリチウムで構成される。この理由は、極低温の必要がある液化重水素、見エ水素を使用するよりも、兵器としての運用が、はるかに容易なためである。水素カリチウムを用いたものは、乾式と呼ばれる。 この乾式燃料にプライマリーからの中性子が当たると見栄水素が発生する。この重い水素の同位体は燃料にもともと混ぜられている重水素とともに核融合を起こす。積層燃料の中心部にはスパークプラグと呼ばれる部分があり、ここには意図的に空気の泡が入れられた核分裂物質があり、この部分もプライマリーの爆発により圧縮されると核分裂を起こす。 さらにターシャリーを設置する場合には、セカンダリーと同等の構造のものを、プライマリーイコールセカンダリーと同等の位置関係で、外側に設置する。プライマリーとセカンダリーの二重構造となっている。理由は、その中間段階にある。核分裂を起こすプライマリーは三種のエネルギーを発生する。この中間部分の存在により、プライマリーからセカンダリーへの核、 有効反応発生のための必要なエネルギー変換を行われている。この部分は高熱のガス、電磁波及び中性子を正しい方向に正しいタイミングで送り出すために重要である。中間部分を持たない構造では、セカンダリーは完全には起爆しない場合が多く、この状態はフィズルとして知られている。キャッスル作戦の空運実験は良い例で、 高圧ガスによるセカンダリーの圧縮がまだ不十分なうちに大量の中性子放者が始まってしまい結果として各融合反応を阻害してしまった公開されている文書の中ではこの中間段階に関する記載はごく少ししかないその中でもベストなのは米国の W76 型核弾頭によく似たイギリスの熱核爆弾の簡略構造図であるこれは グリーンピースによってデュアルユーズニュークリアテクノロジーという名称で報告されている。この構造図には主な部品とその配置が描かれているが詳細についてはほとんどが欠けている。これらは終端キャップと中性子収束レンズ及び反射板をいと表記されている。中間部分にはプライマリーからスパークプラグへの中性子の通路と セカンダリーへの X 線の反射通路がある。一般的に全体を包む容器は、ウラン等の X 線を通さない物質で作られる。ただしここはプライマリーからの X 線を、鏡のようにを反射するのではなく、代わりに X 線によって、高温状態になり、X 線をムラなく、セカンダリーに伝える。次に、反射材、中性子重宝化は、 中央にある中性子収束レンズと、プライマリー側の全体ケースとの隙間を埋め、X 線の反射材として機能している間は、プライマリーとセカンダリーを分離させ、中性子重砲化のうちのおよそ6個は、各々の,の一端とともに反射材の外側に突き抜けて、方画に止められ、反射板大いの周囲に均等に配置される。しかしながら、各々は、隣のものよりも高い位置に傾いて取り付けられている。 米国政府の文書で中間段階に関して最初に解説されたのは公開された高信頼性代替核弾頭の中である。この文書では気候単位で見た RRW の潜在的優位性について述べられており中間段階方式の有害物質、不安定な物質、そして効果で特別な材料を置き換える特別な気候を有するとしている。この 有害で不安定な物質とはベリルームを指しており、これはプライマリーからの中性子の流れを加減するものと広く知られている。また、X 線の吸収と再放射のためにもいくつかの物質が使われている。特別な材料としては非公式なコードネームでフォグバンクと呼ばれるものがあるが、これは物質ではなく構造部品であると考えられている。 この構造部品はエアロゲルである可能性が指摘されている。しかしながら、この生産はもう何年も行われていないが、核兵器の延命作業には生産再開を必要としているのみが供給可能な工場である。この製造には有害で不安定なアセトニトリルを必要とし、これは作業者に危険が及ぶ可能性がある。蒸気の内容を簡略化すると以下のようになる。 まず、プライマリーとして、爆縮型の核分裂爆弾が爆発する。核分裂反応の効率を高めるために、プライマリーコアに核融合燃料も使用することは、反応の増強と呼ばれる。ごく少量のミエ水素ガスが、ブースター用として、プライマリー内部に入れられていた場合、ミエ水素は、核分裂爆発により圧縮されて、核融合反応が発生する。 この核融合反応は核出力にほとんど寄与しないが効率的に中性子を発生させる。この中性子が核分裂反応のブースターとして採用し、発生した中性子はプライマリー内のウラン235やプルトニウム239にさらなる核分裂を起こさせる。このブースティングにより核分裂燃料の反応する割合を向上させることができる。 プライマリーで発生したエネルギーは、セカンダリーの各融合燃料部分に転送される。しかしながら、転送の正確な仕組みは不明である。転送されたエネルギーは、各融合燃料及びスパークプラグを外側から圧縮する。圧縮されたスパークプラグは臨界に達し、各分裂連鎖反応を起こす。この反応で出る熱は、圧縮された各融合燃料をさらに加熱し、 各融合反応が起こるに十分な温度にまで燃料の温度を上昇させる。さらにスパークプラグの各分裂反応は中性子を発生し、これが各融合燃料中のリチウムから核融合を起こすミエ水素を生成させる。一般的には一定の溶石内にある気体分子の運動エネルギーが上昇すると気体の温度と圧力が上昇する。 セカンダリーの核融合燃料は、通常は劣化ウランや天然ウランのタンパー、プッシャーに囲まれており、この部分のウラン238は、通常の核分裂爆弾で発生する中性子では核分裂を起こさないが、核融合燃料が反応を起こした際に発生する高速中性子では核分裂を起こし、場合によっては核融合によるエネルギー以上のエネルギーを発生させる。 実際の熱核兵器のデザインは多様である。例えば、プライマリーで核分裂反応のブースティング機構を使うか、使わないか、異なった種類の核融合燃料を使うか、核融合燃料の周囲を劣化ウランや天然ウランではなくベリリウムを使用し、さらなる核分裂反応が起こることを抑制する等がある。テラーウラム型の基本的な考えは、核分裂や核融合の核、 段階がエネルギーを放射し、これを次の段階の起爆に使用するというものである。プライマリーで発生したエネルギーを正しく、セカンダリーに伝える方法に関してはいくつかの異なる論議があるが、主にプライマリーの核分裂で放射される X 線を転送することで行っていると考えられている。この転送されたエネルギーはセカンダリーを圧縮することに使われるが、 この方法に関しては5つの理論が提案されている。放射圧力法は密閉された容器内で大量の X 線格子が発生することで機能し、セカンダリーの各融合燃料を圧縮する。全体の大きさとプライマリーの特色として、2つの熱核爆弾がよく知られている。この1つは IB 作戦のマイク実験であり、もう1つは B61 型核爆弾のバリエーションである。最新の W80 型核弾等である。マイク実験での放射圧力は7300万バールであったのに対し、W80 では14億バールにもなっている。発砲剤、プラズマ圧力法は、チャックハンセンにより、開発段階で提案されたもので、これは、熱核兵器の容器内に充填する。 発泡剤に関する調査資料をもとにしている。発泡剤を使用した熱核兵器の起爆構造は以下のようになる。プライマリー内のコアの周囲を囲んでいる高性能爆薬は爆発すると各分裂燃料を臨界量まで圧縮し、各分裂連鎖反応を開始させる。プライマリーの各分裂により X 線が放射されるが、これは爆弾の容器部分により内側に反射され、 ポリスチレンの発泡剤に放射される。X 線を浴びた発泡剤は相転移を起こして高温のプラズマになり、これはセカンダリーに向かっていき、タンパーを強力に圧縮し、スパークプラグ内で各分裂反応を始めさせる。プライマリー期限のプラズマとスパークプラグの両方から圧縮されることで重水素化、リチウム燃料は高温、高圧の熱核反応を起こす状態にまで加熱。 圧縮される。また中性子の放射も受けることで、リチウム6の原子は2つの見え水素原子に分裂する。そして見え水素と重水素が、各融合反応を始め、さらなる中性子と、膨大な量のエネルギーを放射する。各融合反応を始めた燃料は多量の、高速中性子を発生し、これは、ウラン238でできた、タンパー、及び、爆弾の容器に放射され、 ウラン238は核分裂反応を始める。これは完全な核分裂核融合核分裂反応となる。核分裂とは異なり、核融合は比較的クリーンな反応でエネルギーは発生するが有害な放射性物質や多量の放射性効果物は発生させない。しかし核分裂反応は莫大な量の放射性効果物を発生させる。 もしウラン製タンパーの材料を鉛に変更し、最後の核分裂反応を起こさないようにすれば、核爆発の核出力は約半分になるが、放射性降下物は比較的少ない量に抑えることができる。発泡剤、プラズマ機構での起爆手順 A 起爆前の核弾頭、プライマリーが上側、セカンダリーが下側、両方ともポリスチレンの発泡剤により固定されている。 B プライマリーで高性能爆薬が爆発し、プルトニウムの核が臨界量まで圧縮され核分裂反応が始まる。C プライマリーの核分裂は、X 線を放射し、X 線は核弾頭容器の内側へ散乱し、ポリスチレンの発泡剤に放射される。D ポリスチレンの発泡剤はプラズマに相転移して、セカンダリーを圧縮し、プルトニウム製のスパークプラグが、 核分裂を始める。E 圧縮と加熱により、重水素かリチウム6の燃料は、見栄水素を生成し、核融合反応が始まる。中性子の放射は、タンパーの裏238の核分裂反応を起こさせ、下球の生成が始まる。現在の発泡剤プラズマ圧縮法に対する技術的評価は、同様の高エネルギー物理学分野からの機密解除、された。 分析結果に焦点が移っている。この分析によると、このようなプラズマによる圧縮法では放射性容器内での中性子の発生効率が低く、また発泡剤がプライマリーからのガンマ線と X 線の吸収効果も低いことが知られている。プライマリーで発生したエネルギーの多くは、核弾頭容器の壁やタンパーの放射性物質に吸収されてしまう。この吸収されたエネルギーは、 放出する蒸発作用を起こさせると分析されている。しかしながら、トリウムやウランのような大きい原子量の塩類を染み込ませたエアロンゲル型材料は、プライマリーからの X 線の高い吸収効果を発揮し、発泡剤のプラズマ圧力がセカンダリーを放射圧縮させることを可能にする。第3に提案された方法は、プライマリーによる圧縮機構がセカンダリーの外部層である。 タンパープッシャー部や重金属製の各融合燃料の容器に対し強力な X 線を放射しこれらを超高音にしてアブレーションさせる。これらの部分はセカンダリーの外側向けてに爆発的に膨張し、その反動でタンパーは内側へ凄まじい速度で押し込まれ、各融合燃料とスパークプラグ部分を強力に圧縮する。蒸発機構による起爆の手順。 1. 1起爆前の核弾頭。上側にある階層状の球体が、プライマリーの核分裂部である。下側にある円筒状の物体が、セカンダリーの核融合燃料である。2. プライマリーで高性能爆薬が起爆され、核分裂性のコアが爆縮される。3. プライマリーの核分裂反応が始まる。核の温度は、数百万度に上昇し、 ガンマ線と強力な X 線が放射され、ホールラウムの内部及びセカンダリーの容器とタンパーを加熱する。4. プライマリーの核分裂反応は終了し、爆発が始まる。セカンダリーのプッシャー表面は高温になり、結果的に蒸発して膨張し、その反動でタンパー、核融合燃料および核分裂性のスパークプラグを内側に圧縮する。 この結果、スパークプラグは各分裂反応を開始する。なおイラストには描かれていないが、セカンダリーの放射性容器も同時に蒸発し、外側に向けて膨張する。5、セカンダリーの燃料が各融合反応を開始して、火球の生成が始まる。重金属の蒸発による効果の概算は比較的容易である。 プライマリーが供給するエネルギーはセカンダリーの容器前面に対して均等であり、各部分が熱平行になるため、熱エネルギーによる効果を解析することができる。プライマリーが発生したエネルギーのほとんどは、一つの光学的振動を持つ X 線によってタンパープッシャー外壁面に伝えられるので、その部分の温度を計算することが可能になる。 外壁面が蒸発して膨張することによって発生するタンパーの内側への移動速度は基本的なニュートン力学により計算することができる。この計算方法を IB 作戦のマイク実験に適用するとタンパーが蒸発して膨張力する速度は秒速 290km になり内側への圧縮速度は秒速 400km になる。 タンパープッシャーの75%が蒸発すると仮定した場合、これは最も効率が良くなる条件である。これが W80 核弾頭の場合には、ガスの膨張速度はおよそ秒速 410km、内側への圧縮速度は秒速 570km になる。タンパーの蒸発による圧力を計算すると、マイク実験では53億バール。 W80 では640億バールになる。蒸気3種の圧力法を IB 作戦マイク実験及び W80 に適用すると以下のようになる。蒸発圧力法による計算結果はプラズマ圧力法より1桁以上大きく、また放射圧力法より2桁近く大きな値である。 放射性の容器やタンパーがエネルギーを吸収することを防ぐ方法が無ということは、これらの蒸発は明らかに避けられないということを示している。蒸発圧力法以外の方法は必要ないように見える。アメリカ国防総省の機密解除された正式文書では、発泡プラスチック剤はおそらく放射性容器の内部に使用されていると述べている。プラズマ圧力の効果が低いにもかかわらず、 これが使用されているのはエネルギーが全体に均等に行き渡るまで重金属の蒸発を遅らせ十分な量の拡散物質がタンパープッシャーまで届く時間を確保するためとされている。兵器のデザインとしていくつかの異なった案が採用された。爆弾のデザインとしては大きく分けて2つのタイプが存在する。1つは重水素を液化冷却して使用するもので、 IB 作戦マイク実験で使用されたタイプ。もう一つは、最新の W88 核弾頭に代表される、もので、回転楕円体系のプライマリーと、球体のセカンダリーを持つマーブ用の小型のタイプである、いわゆる乾式水爆。現在のものは、ほとんどがこちらである。また、ほとんどの水爆は、ターシャリーブを持たないが、核出力25メガトンの B41 型。 核爆弾は大出力であり、アメリカ合衆国の核兵器では唯一ターシャリーを持つものであった。また、それも史上最大級の核出力50メガトンを誇るツァーリボンバで多段階式の水爆を採用した。もし実際の水爆がテラー・ウラム型を元にした他の方式を採用していたとすると、それは一般には知られていない方式で以下で述べる。 スロイカ方式等が考えられる。重要な点は、テラー・ウラム型では2つの点で、プライマリーの核分裂反応に依存していることである。1点目は、通常の爆発が核分裂性の核を圧縮し、結果として起こる核分裂反応の威力は、科学的爆発に比べてはるかに大きい点である。二点目は、プライマリーの核分裂反応で放出される放射線は、 セカンダリーの圧縮と起爆に使用され、結果として起こる核融合反応の核出力は単独の核分裂反応と比べてはるかに大きいという点である。この圧縮の連鎖は任意の数のセカンダリーへと続き、最終的に天然ウーラン製タンパーの核分裂反応に至る。このようなデザインでは任意に核出力の向上を図ることができるので、最終的には、 ドームスデーデバイスのレベルにまで上げられる可能性を持っているが、通常の水爆は、ほとんどが核出力12メガトン以下である。この理由は、実存する最大の標的を破壊するためでも12メガトン以下で十分であると考えられているためである。熱核爆弾をより小さい核分裂爆弾で起爆させる方法は、エンリコフェルミによって提案され、 彼の同僚であったエドワード・テラーによって1941年にマンハッ発体計画としてスタートした。テラーは彼に割り当てられた核分裂爆弾の開発計画を多少おろそかにしてでも熱核爆弾の設計作業方法を確立させるためにほとんどの労力を費やした。打ち合わせでのテラーの難解でことを唱える態度により、オッペンハイマーはテラーを 核分裂爆弾の開発から切り離すことで、他の物理学者たちを高度な作業に専念させて、トラブルを回避した。1954年3月27日に行われたキャッスル作戦、ロメオ核実験テラーの同僚であるスタニスワフ・ウラムは、動作可能な核融合兵器の設計に向けた、最初の重要な概念を作成した。ウラムの言った二つの核心は、 核融合爆弾を実際に動作させるためのもので、核融合燃料を超高温に加熱する前にまず、圧縮して、核融合に必要な状態を作り出すことであった。また、多段階式の反応をさせるため、核融合材料を核分裂性のプライマリーの外側に置き、何らかの方法でセカンダリーを圧縮させることであった。そして、テラーは、もし全ての部分を、ホールラウムか、 放射性物質の容器で包むことができれば、プライマリーからのガンマ線と X 線の放射が、セカンダリーの圧縮と起爆に十分なエネルギーとなり得ることに気がついた。テラーと彼の支持者及び反対論者は、ブラムの提案した基本的な動作論理に対して討論を行った。1951年には提案された論理に基づいて、 グリーンハウス作戦の常時核実験がごく小さな規模で実施され、この実験によって論理が正しく動作することに対する期待が革新へと変わった。1952年11月1日には、テラーウラム型の本格版として、i b 作戦のマイク実験がエニウェト区間賞で行われ、核出力10.4メガトンを記録した。この実験装置は、ソーセージと呼ばれ、起爆用に、 巨大な核分裂爆弾が使用され、液化重水素18トンを冷却しながら液体状態に保つ必要があったため、装置の総重量は70トンに及んだ。マイク実験で使用した液化重水素燃料は配備可能な兵器としては、非実用的で、次の段階では固体の重水素リチウム核融合燃料が代わりに使用された。1954年3月1日、 この方式はキャッスル作戦のブラボー実験として実施され核出力15メガトンを記録した。なおこの実験は米国が実施した核実験の中で最大規模のものである。米国はすぐにテラーウラム型兵器の小型化に着手し ICBM や SLBM に搭載可能な形状にさせた。1960年には メガトン級の核弾頭が0.5メートルの大きさと320キログラムの重量に抑えられ W47 型核弾頭としてポラリスミサイルに搭載され潜水艦に配備された。しかし後になってポラリスミサイルには信頼性に問題があることがテストによって発見され設計変更が必要になった。核弾頭の小型化は九百七十年代中盤には ほぼ完成され、テラーウラム型は10発もしくはそれ以上の核弾頭を搭載したマーブミサイルとして発展した。ソビエトが開発した最大の水爆、サーリーボンバの模型。この開発目的は、多段階式爆弾の核出力は非常に大きくすることが可能なことを示すためであった。ソビエト発の核融合兵器は1949年に アンドレイ・サハロフとビタリー・ギンツブルクによって開発された。これは当時、スロイカと呼ばれたテラー・ウーラム型ではない構造をしていた。この設計は各分裂物質と水素化、リチウム核融合燃料を互いに重ね合わせたものであった。しかし核融合反応は厳密には達成されたが、これには多段階式兵器の持つ規模を拡大する機能はなかった。核融合層は 核分裂性の核を包み込んでおり、核分裂のエネルギーを多少増加させる働きをしていた。加えて、すべての核融合層は、爆縮機能により核分裂性の核とともに圧縮させる必要があり、爆縮用の通常爆薬も多量に用意しなければならなかった。最初のスロイカ構造の爆発テストは1953年に行われた RDS-6 であり、 核出力400キロトンを記録した。しかしスロイカ構造を用いてメガトン級の核出力を得ることは困難であった。1952年に米国が実施した IB 作戦マイク実験により数メガトン級の爆弾が作れることが証明されたためソビエトはさらなる構造の追求を行った。サハロフが彼の記憶の中で第二のアイディアと呼ぶものは 1948年に、ギンツブルクによって提案された、水素カリチウムを爆弾に使う方法で、人工の見栄水素と天然の重水素を中性子により起爆させるものであった。1953年の終わりに、物理学者、ビクトール・ダビデンコは、プライマリーとセカンダリーを爆弾の中に分けて設置するという、多段階式としての最初の突破口を見つけた。 次の進展は、1954年の春にサハロフとヤーコフ・ゼルドビッチにより発見、開発されたもので、各分裂爆弾から放射される x 線をセカンダリーブの圧縮に使うという方法であった。これは、サハロフの第3のアイデアと呼ばれ、ソビエトでのテラーウラム型として知られており、1955年11月に RDS-37 として実験が行われ、 核出力1.6メガトンを記録した。ソビエトは多段階式の概念として1961年に巨大で非実用的なチャーリボンバー実験を行った。チャーリボンバーは50メガトンの核出力を記録し、そのうちの97%が核融合によるものであった。チャーリボンバーは人類史上最大出力の核爆弾であったが、実用には大きすぎた。 しかしながら爆弾は航空機によって実験場であるノバヤ・ゼムリア上空まで運ばれ空中投下された。キリスイマスイジまで行われたイギリス初の水爆実験グラップル作戦イギリスでの水爆開発は1954年にオルダーマストンに設立された核兵器研究機関で責任者であるウィリアム・ペニーの下で始まった。当時のイギリスが持っていた 熱核融合爆弾に関する知識はごく初歩的なものであったが、米国は1946年版核エネルギー法に基づき核に関する知識を提供しなかった。しかしながらイギリスは、米国の実施したキャッスル作戦に参加することを許可され、キノコ雲の中に標本採取用の航空機を飛ばし、放射圧縮法によるセカンダリーの圧縮に関する直接的な証拠を手に入れた。 これらの困難のため、1955年にイギリスの首相であったアンソニー・イーデンは、もしアルダーマストンの科学者が核融合爆弾の開発を失敗したり、開発が大幅に遅れた際には、代わりに大出力の核分裂爆弾を使用するという機密計画に同意した。1957年にはグラップル作戦が実施された。最初の実験であるグリーングラナイト実験は、 核融合爆弾の試作品であったが、米国やソ連と比べて予想された核出力を得ることができず、結果として得られた核出力は約300キロトンであった。第2の実験であるオレンジヘラルド実験では改良された核分裂爆弾が使用され、核出力700キロトンを得た。当時ほとんどの人は、これは核融合爆弾だと考えていた。この爆弾は、 1958年に実戦配備された。第2の核融合爆弾の試作品は第3の実験であるパープルグラナイト実験で使用されたが、この核出力は約150キロトンに過ぎなかった。グラップル作戦の第2シリーズは1957年9月に行われた。 最初の実験は新しいシンプルな設計でより強力な起爆用の核を持つ二段階式熱核爆弾が使用された。これはグラップル作戦ラウンドシーして11月8日に実施され核出力1.8メガトンを記録した。1958年4月28日にはイギリスが開発した最も強力な爆弾が空中投下で実験され、 3メガトンの核出力を記録した。1958年9月の2日と11日には最後の空中投下実験が行われ、おのおのおよそ1メガトンの核出力を記録した。米国の立ち会い人はこれらの実験に招待されていた。これらメガトン級核実験の成功の後に、米国は核兵器に関する技術をイギリスに提供することに同意し、 1958年米国、イギリス相互防衛合意を引き出した。両者の技術交流を継続することに変えて、イギリスは米国の W28 核弾頭の設計資料を入手することが許可され、そのコピー品が製造された。その他の国でのテラー・ウラム型に関する開発の詳細はよくわかっていない。中国発の核爆弾中華人民共和国は、 テラー・ウーラム型熱核兵器の核実験を1967年6月に第6テストとして行い、核出力3.31メガトンを記録した。これは中国最初の核分裂兵器の実験から32ヶ月後のことであり、多段階式核兵器の開発期間としては最短のものとして知られている。なお、中国の熱核兵器に関しては少しのことしかわかっていない。 フランスが開発したテラーウーラム型熱核兵器についてはごく少しの内容しか分かっていないがフランスは1968年8月にカノープス作戦として核出力2.6メガトンの核実験を行っているインドインド最初の核実験は1974年5月18日に実施されたが水爆実験は1998年5月11日に シャクティ作戦のシャクティアイ実験として実施された。しかし、インド以外の研究者は、地震計の記録から、インドの主張とは異なり実験は失敗したか、失敗に近いものであったと結論付けた。しかしながら低出力の実験ではあっても、インドは、熱核融合の能力に関して、セカンダリーの完全な起爆なしに、プライマリーの振る舞いについての情報を得ることができた。 インドの情報源はこの解釈に対して異議を唱えている。彼らは初期の報告書とシャクティアイ実験直後に出された米国地質調査書の短い報告書を含む彼ら独自の分析結果を繰り返しており、米国地震研究所が世界中に持つ125の観測所からの地震データも使用している。彼らは地震の規模は60キロトンの核出力を意味しており、 これはインドが発表している56キロトンの核出力と矛盾しないと主張している。核出力60キロトンに対する検証はニューサイエンティストマガジン誌お及びロンドンが本拠地のサイエンティフィックジャーナル市場で行われた。イスラエル・イスラエルはテラー・ウラム型熱核兵器の所有を疑われているが、これはテスト用のものか、あるいは他の核兵器なのかは分かっていない。 パキスタンパキスタンのいった核実験は比較的低出力であり、また熱核兵器を開発している兆候はない。北朝鮮北朝鮮のいった2回の核実験は比較的低出力であり、また熱核兵器を開発している兆候はない。W80 核弾頭の外観。この画像より米国の熱核兵器におけるプライマリーとセカンダリーの大きさと形状を推測することができる。 テラー・ウーラム型は長い間、核兵器の最高機密事項と考えられており、今日でも機密情報の壁の向こう側のものとして、公式文書では詳細が語られることはない。米国エネルギー省の主義は情報漏洩が起きた際にはこれを認めないというものである。この理由は、もし情報漏洩を認めるとその内容の正確性を裏付けてしまうことになるためである。 核弾頭容器の画像を除いては、テラー・ウラム型に関する公開情報のほとんどは、米国エネルギー省の簡潔な声明と何人かの独立した調査官の監視により規制されている。以下は、テラー・ウラム型の公開例に導いたいくつかの事例に対する短い考察であり、上記で述べた基本的な概要との相違点についても述べる。 1972年に米国エネルギー省は、熱核兵器に関する真実として、核分裂性のプライマリーを、核融合燃料であるセカンダリーの核、融合反応の起爆に使っていることに関する、機密解除の声明を発表し、さらに1979年には、事実として、熱核兵器では、核分裂爆発で生ずる、放射線を、核分裂部分とは別になっている核融合燃料の、 圧縮と起爆に使っているという内容も付け加えた。この後から追加された内容に対してエネルギー省はこの声明に関するいかなる内容も機密事項となると明記した。この記述は1991年に機密解除されたスパークプラグに関する内容にも適用される。さらに1998年には事実としてある物質が放射線の経路、 および、経路の重点物として存在するが、詳細は公開しないという内容も、機密解除したが、これは、ポリスチレン発泡剤について触れたものだと推定される。これらの声明が、テラー・ウラム型のいくつか、または、すべてのモデルの解釈に対して立証することになるのか、どうか注目されたが、米国政府は、核兵器の詳細技術に関しての公式文書では、 故意に内容を曖昧にしていた。他の情報、例えば初期の核兵器がどのような核燃料を使用していたか等はすでに機密解除されているが、当然ながら正確な技術情報はまだ機密のままである。現在考えられているテーラー・ウラム型の動作原理のほとんどは、米国のジャーナリストであり、反兵器の活動家、ハワード・モーランドが1979年に雑誌に、 発表した水爆の機密という記事により一般に認識されたもので、米国エネルギー省は事前にこの記事の検閲をすることができなかった。1978年にモーランドは軍備拡張競争に注目を集め、核兵器と核の機密の重要性に関する公式文書に対して一般民衆が疑問を感じる権利を与えるために最後に残された機密を公開することを決めた。 水爆がどのように動作するかに対するモーランドの考えのほとんどは高度にアクセスが可能な情報源から集められたものであった。モーランドはまたロスアラモスの著名な科学者たちにテラーとウラムを含む。しかし両者はモーランドに有益な情報を提供することはなかったインタビューし、時にはソーシャルエンジニアリングの手法を使って科学者たちに情報提供を消しかけた。 例えば、彼らはまだ、スパークプラグを使っているのというような質問を使って、たとえ相手が、後の言葉が何に関して言及したか気がつかなかったとしても、モーランドは、結局、機密の内容は、プライマリーとセカンダリーは、別々に、爆弾容器内に置かれており、プライマリーからの放射圧力がセカンダリーを起爆する、前に圧縮する、という結論に達した。 この記事の初期原稿は、モーランドの目標に反対する教授の手に落ちた後に、エネルギー賞に送られたが、エネルギー賞は記事の出版停止を求め、裁判所から略式の一時差し止め命令を出させた。エネルギー賞は、モーランドの情報は、おそらく機密の情報源から得ている。そうでなければ、1954年版の原子力行動法の 生まれながらの機密情報の機密情報に該当する非常に危険であり核の拡散を助長すると主張した。モーランドと彼の弁護士はすべての点では合意していなかったが記事の差し止めは承諾された。このケースでの判断は安全のために記事の差し止めが承諾されたと思われたがモーランドと彼の協力者たちは米国政府に記事の差し止め解除を要求した。 しかしさらに複雑な状況としてエネルギー省が主張していた機密情報は数年前にすでに学生用の百科事典に記載されて出版されていたため今回のケースはクリアになる方向に向かい始めていたさらに水爆の研究家であるチャックハンセンは機密に対する彼独自の考えをウィスコンシン新聞で発表したためエネルギー省は ザ・プログネッシブ氏に対する訴訟を取り下げて、雑誌の出版を許可し、雑誌は1979年10月に出版された。しかしながらモーランドは、爆弾の動作として、放射圧縮法より、むしろ発砲媒体がセカンダリーの圧縮に使用されているという考えに変わり、さらに、セカンダリー内には放射性物質でできたスパークプラグが使われているとした。 彼はこの考えの変更1ヶ月後のザ・プログネッシブ市場に政府に対する要求の経過報告の一部として短いエラッタを発表した。1981年にモーランドは彼の経験と彼を秘密の結論に至らせた経緯をまとめた本を出版した。エネルギー省が検閲を試みようとしたことからモーランドの記事は少なくとも一部分は正しいと 解釈されている、公開された記事の中で、エネルギー賞が認めていない、秘密の材料に対してのアプローチで、数回のうち1回で彼らの通常のやり方を破っていた。しかし記事に、どの程度の情報が欠けているのか、またどの程度の情報が誤っているのかは、他の機密と共に分かっていない。難しいことに、いくつかの国では、テラーウラム型の兵器を開発中であるが、 記事の情報が熱核兵器の製造に寄与する可能性は低いと考えられている。それにもかかわらず、モーランドが1979年に発表した内容は現在のテラーウラム型の使用に関する推測の基礎とされている。機密の壁の内側からの情報を持つと主張する情報源はテラーウラム型にはいくつかのバリエーションがあることを示唆している。これらが テラー・ウラム型の小さな違いによるバージョン化、あるいは蒸気の説明と矛盾するものであっても、現在の解釈を更新するものになる。1995年に出版された本、原爆から水爆へ、東西冷戦の知られざる内幕で、作家のリチャード・ローズは、アイビー・マイクのソーセージ装置内部の構成詳細を述べており、これは計画に関わった多くの科学者と技術者に言った。 インタビューから得た情報を元にしていた。ローズによれば、マイク装置の中にはポリスチレンが使用されていたが、これはプラズマの発生源としてではなかった。これはマイク装置に限って適用されたものなのか、あるいはテラー・ウーラム型に共通なものなのかは不明であり、発泡剤の役割と正確な放射線の伝達機構に関して潜在的な疑問を投げかけるものである。 W88 に関して1999年に報道された内容では、プライマリーは回転打円体であり、セカンダリーは球体であることを暗示するものであった。1991年にサンノゼマーキュリー新聞の記者は、トライデント2がダイス LBM に搭載されるマーブの小型核弾頭 W88 についてレポートし、W88 は、 回転楕円体のプライマリーと球体のセカンダリーを内部に持ち、特別な形状の放射性物質の容器に入っていると報告した。この報告から4ヶ月後に、ニューヨークタイムズのウィリアム・ブロードは1995年に起きた中国からの二重スパイに関するレポートを行い、スパイがもたらした情報によって中国は W-88 核弾頭の詳細を知った可能性があると伝えたの。 裁判で敗訴をもたらした。もしこの内容が事実であれば、テラー・ウラム型のバリエーションとして、マーブ価格弾頭の小型化が可能であることを示している。回転打円体のプライマリーが実際に存在することの価値は、プライマリーの直径で決まっていた、マーブ価格弾頭の大きさを、今までの広角出力の弾頭よりかなり小型化できることを示している。w 核弾頭は、 最大径55センチ5 5トル高さ1 7 5センチメートルの大きさで、質量はおよそ3 6 0ラム以下でありながら、核出力は最大4 7 5トンまで上げることが可能である。小型の核弾頭は1機のミサイル内に多数を搭載することが可能であり、同様にミサイルの速度と射程を向上させることができる。飛球系のプライマリーに対する計算量は、 休憩のものに比べて、より大量で難しいものとなり、例えば中国のような既存の核戦力に対して、興味深いものとなっている。ありがとうございます。